はい、皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、1回3時間のセッションを700万円の価値に変えた人に私がアドバイスした内容とはというお話をしていきたいと思います。えー、先日ですね、えーっと、動画の中でですね、あのーまあ、1回の、ね、アドバイスをしっかり聞いて、 でその内容をきっちり実践をしてで翌年ですね、えー、お会いした時にあの私こんなふうになりましたということでアドバイスをどういうふうに頑張ってきたかっていうことをお伝えしてくださった方がいてでその時にあの結局私1回のアドバイスなわけですよあの3万円ぐらいのねセッションなわけなんですけれどもでそれをしっかり内容を咀嚼して実践して まあそういうことになったっていうことでね、またあの、俺のあのメッセージが届いて、まあ嬉しかったので、まあそれをあのちょっとね、振り返りながら、その人にしたアドバイスがめちゃめちゃ特殊じゃないんですよ、別に。あの、その方にとっての、まあ課題がどういう形で変換されるといいか。 ということをですねその方に伝えて、まあ、お礼が届いたということであの、まあ、ちょっとプライベートに関わるところはあの伝えないんですけれども、えー、どんなことを、ね、コメントでいただいたかっていうのをちょっと、ね、ご紹介をしたいかなというふうに思っています、えーと。教室はあのー、パンの先生になりますね。はいでえーとまあ、お礼ということで、はいえー、と私も、まあ、1回のね セッションで、えっ、ー、と、年賞がね、プラス700万アップしましたということで、で、自分のもともとのね、目標値は、そんなに稼がなくてもいいというふうに思っていたので、まあ、年賞300万ぐらいでいいのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、1000万にほぼ届きますっていうことで、あのご報告をいただいたので、まあ、700万アップしたと。で、えっ、ー、と、その方がねあの、そういうふうに自分が思っていたにもかかわらず、 えー、私も含めて周りも驚きの結果になったこと、自分一人の価値観ではここに到底到達できなかったことを感じていますと。で、えー、その1時間のね、セッションで自分がね、得られた効果っていうのを改めて自分で考えると、まあ、こんなことだったんですよということで何個か書いてくださってます。えー、っと、まず一つ目ですね。えー、っと、 先生にはこれは私のことなんですけど私にまあその方の弱点をアドバイスしましたあのこういうところが特に足りないというところでねでそのお話を動画で撮ったんですけれどもすごくいい方なんですけれども私が感じたのがえっとまあ優等生というかある意味そつなく全部こなせちゃっているので。 思いいいをを伝伝ええる熱量が足りないっていうことをお伝えしたんですよ。だから、あ,のある程度格好悪くてもいいから泥臭いような、ね、ところも含めて人間らしいところとかあの自分はこう思ってるんだっていうのを伝えることの方が、えー、結局、生徒さんをどうやって集めるのかとか、まあ、この方はもともと集められてるタイプの方ではあったんですけれどもそれ以上に欲はなかったんですよね。 だからその分欲がないっていうのがそのまんま外向きにも当然出てしまって熱量がなくてさらっとしてるからそこまでの人に見えてしまうって本当はそうじゃないところはあるのは私はわかっていたんですけどねそれをアドバイスする点でお伝えをしました。 でそしたらまあこれが私驚いたんですけれどもね、えー、と動画を頂きまず自分で反省し主人と妹にも分解してもらいましたって <laughs> そう見せたんだとか思ってびっくりしたんですけど <laughs> あでもあのご主人様とあと妹さんともそんなね私からのアドバイスを一緒に見て一緒に分析解析をするっていうのをて手伝ってくれるっていうか考えてくれるっていうのはいい関係でお付き合いされてるんですねっていうふうに思ったんですよね。 でその後あの弱みをね強みに変えるべく、えー、自分のね思いを、まあ、投稿していきましたと、あのとある方法で、でですねでそのとある方法で毎日欠かさず長文で流して今では200人から300人の方がねページの最後まで見てくれるようになったということで。 だからもうそれが彼女の中ではルーティンになっているでこれをあのなぜ私がやったらいいとうう言ったかというとあの濃いファンができると集客いらずになりますよという話をしたんです濃いファンがそこにいつもいてくれて自分の情報を欲しがっている人がそこにいてでやることは新しい例えば、口座を作ったいい感じのものを作った私の情報ですね、まあ、ここで言うと彼女の情報なんですけれども。 それを知りたがってる人がそこにいるのでその人たちにただ伝えるだけでいいので集客っていう概念がないないしは声がどんどん上がってきますこういう講座先生できませんかとかこういうの知りたいんですけどやってもらえませんかとかそういう状態になっていくんですねでそれを伝えたんですでそしたら彼女もそれをちゃんと実践したことによってその自分の思いをねあのちゃんと伝える投稿をやっていたら濃いファンの方々が生まれ 本当に売らずとも売れる、募集しなくても埋まっていく状況。つまり、募集をしなくても、そこにじゃあ、例えば、いつも見れるような場所にね、自分のレッスンスケジュール、今度募集のとか、まあ、そういうのが出ていれば、それを勝手に見て、来たい人は勝手に入ってくるので、そういう循環をね、作るといいんじゃないのかっていうふうに思いました。でそれを実際にやりましたで。彼女は主にリアルでやっていた方だったので、時間効率と、 遠くの,、まあの人とかね、もっといろんな人にもし自分のことを知ってもらいたかったらあの動画は必須ですって言いました。自分の分身を作る意味で。なので、ズームとかね、66使ったことがあのない状態だったんだけれども動画で、えー、動画レッスン、リアルもあとは動画を撮って懐中さんを使ってもいいから、えー、自分のレッスンを、ね、打っていくっていうそういう流れを 作るっていうことをあの伝えたんですし、ね、多分翌々日ぐらいにはすぐ動いてねやられてた方なんです。ここポイントなのがやったことがないんですよ。でどうなるかわからないんだけれども私がそれをいいと言ったからやったっていうことなんですよ。こ,これあのやったことがないからって尻込みする人はぜひ聞いてほしいところなんですけど。 やったことがないから、それが自分の中ではチャンスになるんですよね。だって、それによって会え、あえてなかった方と、会えるツールとかやり方を私教えたわけですから、それをトライすれば、単純にゼロからだったとしても、売り上げ上がるっていう状態を作れるわけですよね。特にこの方の場合には、そもそもある程度一定数のファンがいたので、作れば絶対に売れるだろうなっていう目算もあったので、で、トライをして、 すごく、まあ、人が来てくれるようになったっていう状態を作ってるんですね。で、あのー、動画を自分も覚えるし、あと時間が足りない場合には制作してくれる人にお金を払っても、要は稼げてればお金払えますよねっていうことなんです。で、そこでまず稼げる状態を作る、そして払う、で、さらに稼ぐっていう、この循環にしていけば、 あの、出ていくお金が少なくって売り上げはどんどん上がっていきますよっていうお話をして、本当にそういうふうになってきました。で、あの、考えても、自分がね、考えてなかった、えー、っと、私はその方のスキルだったら、一般人を教えてもいいんだけれども、先生教えるコースも本当は作った方がいいっていうのも言ったんです、その時にね。でそしたら、それも作って、で実際に、は売れるだろうなって思っていて、売れて、で、 そのコースがもうとってもとっても楽しくってお金のためだけではなく本当にやりがいになっていて楽しいっていう声をね頂い,いてこれもだからやってくださっててか未知の世界を言った通りにやる方なんですよこの方ってやったことないから不安ですとかよく言われるねやんない人によく言われる言葉なんですけどやったことがなくても全部やりますやりますって言ってトライしてって全部新しい世界が開けていってるんですよ で私にま何点かねあの言われた内容をクリアするまでにはあの全部ね私の YouTube を見るっていうことをなんかしてくださっているようで今となっては題名だけで私が何を伝えようとしているのかが想像できるようになったっていうねすごいあのマニアな感じですでこれもですねこれもうまくいってる人に共通していてとにかくね私の動画めちゃくちゃ見てる人が うまくいってる人多いですよで。見てるって言っても、その落とし込んで実践ベースに落とし込むという見方です。はい。だから、あの、ただ、あなんか、こういう人にこういうこと言ってるんだね、あ、こんなこと言っちゃう人いるんでね、ははーって見るんじゃダメなんですよ。私はどうなんだろう。自分はじゃあどこができているんだろう。自分に置き換えるとどこができてないんだろうって言って、えー、っと、反省と改善を繰り返せる人。 で,できてるところはできてるで、あ、私できてるんだって言って、素直に受け止めて自分を褒めてあげればいいですし、できない弱点が見つかったら、やっぱそれを得意に変えていくっていうことをするとね、いいと思います。そして、えっと、ホームページもね、リニューアルをしてって。まあ、ここも、あの、リニューアルはした方がいい。要は、新しいコースもね、出来上がるから、それはした方がいいだろうなっていうふうに、 持って,いてホームページはきちんと作った方がいいですよとあと人気がね伝わるような、えー、そういう生徒さんのコミュニケーションがどう取れてるかもしっかりページに載せていく方がいいですよっていうことを伝えたらそれもちゃんとやっている、うん、なのであのいろいろなことをちょっと珍しいね質問とかよくそのセッションの中に聞かれたんですよ。で私はそのの時にあの伝えたのが やり方よりもあり方というものを私は重視しているっていうことでだから例えばインスタグラム集客とかね LINE 集客とかそれは全然いいんですよ覚えたってツールの使い方としてだけれどもあのツールを使う方のマインドとあとその方の魂レベルですね えっと結局、搾取するように設けたいと思って、高額講座を作る人と、本当にそれが生徒さんのためになると思って、もうアイデアを出しまくって、最高のいいものを作って提供する人の価値、その作った講座の価値は、たとえ価格が一緒だったとしても、中身の価値は運泥の差なんですよね。で、あの、やっぱりお金、 が稼ぎたくって作るタイプの人の講座って やっぱり透けて見えるんですよね。その相手のためを本当に思ってやってるって言うんじゃなくて自分儲けたいですよねっていうのが言葉の端々に出ちゃうんですよ。だからあのお客様の方がそれを読んだ時に私はなぜなのかっていうのはわかるんですけれども明確な理由はなくてもなんだか申し込みたくないみたいなそんな感じです。それによって申し込まれないっていう状況。逆にそういうふうに本当に自分が心から楽しんでいて で、それも生徒さんのためになる。これはいいぞって、もうワクワクしてるもので作ったものって、もう言葉の端々とか、あとサイト全体から来るエネルギーが、やっぱそういうエネルギーなんですよね。だから、あ、なんかこの先生習いたいな、行きたいなって思うエネルギー値を持ったページを作っちゃうことができるんですよ。だから私は、 やり方は知ってもいいけど、あり方が整ってないと結局集客できませんよっていうことをよく皆さんにお伝えしてるんですけれども、あの、彼女の場合には最初にあり方を整えるというのをやり、実務的な何をしたらいいのかっていう方法を伝えて、それを咀嚼して、たった一回のセッションですよ。それを全部実践して、プラス700万ってすごくないですか <laughs> 本当に。 あのね、継続的にずっと見てるわけではないんですけれどもそれが、ね、ちゃんと言ってできているっていうのは素晴らしいでその間私ずっと横にはいないけど彼女が実践したのが私が、えー、すっごい本数の動画をアップしてるわけですよあの全部を端,端から端まで見れるわけじゃないんでしょうけど軽く2000本は出してるんですね。 でそれを例えば自分の中でテーマに合うものだけをピックアップして見ていったとしたってかなりのこう思考の方向性っていうのがご本人にインストールされるはずなんですよ。そうすると判断基準とか価値基準を間違えないでやっていくことができるのであの本気の人ってだからどういう状況でもできるってことですよ。 私のアドバイスのリアルで自分のものに置き換えたもので言われてなくても皆さんに伝わるように私伝えているのを自分事として変換してきっちりやると成果が出るっていうことです。はい、だからやっぱり実践の人っていうことと素直な人っていうのはうまくいくんだなっていうのを改めてあのお言葉を、ね、いただいて感じたことです。 でやり方よりあり方という先生の言葉がずっと胸にありますがやり方もあり方も伝授いただき今も YouTube で見さ,見させてもらえることとてもすごいことで感謝しています1年間私はずっと楽しかったです周りに変化を与えられる人に自分も変化できたことインスタもコースを考えることもレッスンも 生徒様のやりとりもずっと楽しくって、価値を提供して共有することが仕事になった楽しみをかみしめています。先生の教えを楽しんで行っていたら、今になったという感覚で、私のセッションは七百万円の価値があるとお伝えしたくなり、また長文を失礼いたしました。 お時間頂戴して読んでいただきありがとうございます。ということでね、お礼をいただきました。いや本当に楽しい一年間だったんだなって思って、最高の状況を作れたんだろうなって思ってます。つまり、あの、私に言われたことを嫌だなぁとか、大変そうだなぁと思いながらトライすると、当然そういう嫌だなぁ、大変だなぁっていうオーラがね、出ちゃうんですよ、やっぱり。だから、あの、そういう意味でもですね、 この方は、まあ、特殊なのかもしれませんけどもね1回だけでそんだけ変わるっていうのはでも私は1回だろうが人生の一番キーポイントになる扉のきっかけを与えるっていうことも、まあ、使命として考えてるわけですよずっとその人のそばにいなかったとしてもですね そうすると結局すごくたくさんの人を私は救っていくこともできるのでまあだからコンサル業っていう業種業態が好きなんですけれどもねだからこんなあのお話もね頂い,いたんですごく嬉しかったなっていうのをか、えー、みしめるとともに、えー、と今前に進めてない方、えー、状況が変わってない方は今一度 自分の状況がどういう状況なのかっていうのをちょっとね考えてみてほしいんですよ。それは例えば誰かにアドバイスをされたとかあとは自分が何か本からね吸収した知識とかそういうものをちゃんと素直に受け取って素直に実践行動してるのかっていうこと何か一つ思ってやれば、あのー、すごくね変わるんですよ世界って。 で当然ですけど、まあ、コンサルタントとしては、まあ、アドバイスをするということはですねその方にとってまあ良かれと思う一番いい方法をお伝えしてるんですよだから文句を言うんだったらやってから文句言おうっていう感じなんです私はずっとそうやってきてずっとうまくいってましたうまくいかないなんでですかっていうのを言うためにはやらないと言えないんですよ で文句をもしも言いたいんだったらやってから言おうと思ってやると、まあ、うまくいくいんですよだからやっぱ言われた通りやるっていうのがあの正しい道なんだろうなって思っているし私もでそれを実践してくださった方が実際にそういうふうにあの成果も出してかつ、えー、喜びの声をいただけるっていうのはやっぱりコンサルタント冥利に尽きるなというふうに思って。 あの皆さんも、ね、これから変わっていきたいというふうに思っている方はあの私のお話じゃなくても誰かの、ね、心に感銘を受けるような話をしてくれる人の誰かの声で構わないのでそれをちゃんと実践するちゃんと捉えてかみしめて動いていくそういうことをやるだけでも、ね、世界が変わってくるはずなのでぜひこの実際の、ね、事例を聞いて刺激を受けたら動いてみよう。 というふうに思っていただければというふうに思います。はい、以上です。それでは。